るように笑えない、うつむいて歩いたの。急ぎ足ですれ違う人たち、夢は叶いましたか、私まだもがいてる。子供の頃に戻るよりも今をうまく生きてみたいよ。怖がりは生まれつぶき、日の当たる場所に出て両手を広げてみたなら、あの空越えて行けるかな、なんて思ったんだ。飛び立つための翼、それはまだ見えない。簡単にいかないから生きてゆけ。濡れた子犬拾い上げただけでちょっと笑えちゃうほど涙がこぼれてきた。愛されたい愛されたいばかり私言ってたよね。求めるだけじゃダメね。子供の頃はママのこと、ひどく傷つけた日もあったよね。変わりたい